はい、今出たのは誰でしょう。京介か。京介です。はい、はい、千尋ですね、次。はい、京介。はい、千尋出ました。はい。はい、千尋。ビデオ2巡目です。強く動くね、強く動く。はい、白いに出ます。はい。ちょっと帰りまったりしてるよ、千尋。ここで向きつけちゃダメだよ。少し回しながら立たない。はい、塩入り神奈川大学、ね、ちょっと次帰ってくるスペース作るようにね。クローチング組むことよりもっと帰りを引き出すこと、動きをしよう。帰り引き出す、まったりしてるよ。はい、神奈川大学大沼、うん、スペース作って高い腰で倒し込みで圧を作るね。倒しが出ました。はい、倒し込みで圧を作る。はい、こうしろ、こうしろ。まず早く滑る気持ちをしっかり持とうな。その強く動きながらエッジ外してくる。うん、技術はいいよ、技術は。ちゃんと前に出ながら強くゲップ。あれ、こうしろの次誰でした。はい、はい、西井幸喜。幸喜もそうだね。気持ち持っていかないと体前出ないよ。ね、肩の位置。前。それから、クローチングの時にお尻ちょっと後ろに引っ込みすぎないようにな。もも寝ないように気をつけよう。お尻高く保って動く。あれ、次は誰ですか。先に名前欲しいです。先に名前が欲しいです。はい。姫野じゃないな、これ。はい、小林翼でした。北山出ます。はい、返事しないですけど、すいません。はい、はい、北山正弘。正弘、まったりしないようにな、まったりしないように。宮崎出ます。うん、はい、宮崎くんです。栃木宮崎くん。スペース1メートルぐらい空けるように、スペース1メートルぐらい空けるように。しっかり立ち上がって、スキー帰りを引き出しましょう。帰りを、ね、スキー帰ってこないとダメだよ。うん、送り出さない、送り出さない。足を動かす、足を。はい、木村くん、足しっかり動かそうね。強く、スキー滑らす動き、エッジ外していく動き、もうちょい足首的な動きが欲しいな。レイが出ます。はい、はい、滝田レイナ、立ち上がるときに腰の向きをキュッ、ちょっとキュッと回しちゃうことがあるんで気をつけようね。内腰のキープしたまま立つね、動くね。しっかりスキー返ってくる。さっきよりいいんじゃないの。うん、打ち腰キープで動くね。これくるっと回っちゃわないように気をつけよう。さっきよりいいと思うよ。はい、西井勇気、西井勇気。中島さん出ます。勇気、ちょっとスペース足りないよ。お前体重あるんだからさ、スペース他の人よりないないとダメだよ。ないとゆったり強くさ、ターンしていかないと。そしたら速くなるから。はい、中島さんです。マスターズの方です。ターンの入り口で小さくなりすぎない。もうちょっと高くして、高い腰のままゲートに向かいましょう。スペースも大事ですよ。はい、光、お、いいよ光。深澤さん出ます。スキー強く返ってくる動きをね、ヒューってこれ帰ってくる。いいよ。そうだ、そうだ、動き続けろ。
深澤さん、奥さん出ました。はい、また勇気たちの流れの前に一回切りますので連絡ください。はい、深澤さんです。もうちょい前に動きたいですね。スキーの帰りが引き出てないですよ。はい、香織さんです。香織さんもそこで焦って次のターンに、焦って体を動かせないでしっかり乗って強く動きましょう。しっかり乗って強く動きましょう。永遠の27歳頑張れ。はい、久保田和樹、急がないで強く動く、ね、久保田元気出ました。うん、そう、帰りに体遅れないようにね、ちょっと遅れ出したぞ。自分の体がうまく乗っていかないと。はい、勇気選手先頭来ました。一回ビデオ切ります。あ、ちょっと今素手なんで、あのビデオグローブします。ちょっと待ってください。はい、久保田元気。高いところにスキー帰り始めてるよ。ここでもうちょい打ち越し感あるといいね。打ち越しをしっかりキープする練習。先頭勇気選手来ました。はい、まだ待ってくださいね。